今回の対戦はスーパーボール級のランク8からです。ランク7から8への昇格に苦戦したが、今回はどうなる？初手は比較的、天気の通りがいいので、腹ばりー。キノガッサ、巨ジオーン対策にオリーバ。この2匹で大体カバーできていそうなので、あとは再起の祈りで復活させることができるパーモット。この3匹選出でいきます。相手の初手はサザンドラ。電気技は半減されますが、いざとなったらパーモットで復活できるので、雑にパラボラチャージを選択します。流星群を耐えて、充電状態に。そしてパラボラチャージが、いいダメージ。と、思ったら急所でした。パラボラチャージの HP 回復で次の流星群も耐えられる。ここは一旦怠けるで HP を回復させます。そしてここでサザンドラが引いてきました。サザンドラの動き的に、持ち物はこだわりアイテムっぽいな。ハッサムが出てきましたが、ハラバリーを一撃で倒せる技はないはず。パラボラチャージで削りましょう。インファイトを持っていて、この日ダメージはこだわりハチマキでしょ。ハッサムの耐久が下がり、充電状態になる。返しのパラボラチャージを耐えられないでしょ。やっぱりハラバリー強いわ。メトロノームの効果が発動しなくても、十分な火力があるし、怠けるを覚えるのがいい。眠るは毒毒された時にごく稀に使えそう。再びサザンドラが来ました。ハラバリーに対してハッサムを後出ししてきて、サザンドラが戻ってくるってことは最後の一匹は、ヘイラッシャかもしれないな。1ターン目のダメージからハラバリーは攻撃を耐えそうなので、電気テラスタルを切って、確実にサザンドラを倒しに行きます。ハラバリー、耐えろ。よし耐えて、パラボラチャージで倒せるぞ。もしかして、このまま3立てあるか？さ、ハラバリーに3立てされるなんて恥ずかしいねー。サザンドラを倒すために電気テラスタルしたのは正解だったな。気持ちよく3立てさせてもらえませんでしたが、勝ちは勝ちなので、ランク8の初勝利となりました。1試合目の切断勝ちにより、ランク9の昇格戦。相手のトレーナーネームはシロナ。なお、全然白ナパじゃない模様。初手は電気の通りがいいので腹張り。ハピナス対策にチオンジェン。あとはこのシリーズで一回も活躍がないパーモット。この3匹選出で連勝し、ランク9を目指します。相手の初手はドラファルト。唯一、電気技が当倍で入らないポケモンが来ました。選出したポケモンだとドラファルトへの有効打はない。なので、パラボラチャージで削っていきます。あ、この身代わりやばいかもしれない。身代わり壊せるか？壊せないじゃん。ただハラバリーの持ち物はメトロノームなので、身代わり連打はされても問題ないのはまだマシだな。竜の舞はやばいな。ちなみに今のこの回復技だけのパーティーはドラファルトに対して、当倍以上で攻撃する技を持っていません。そもそも回復技でドラファルトへ当倍以上の技って、ドレインキスと夢食いしかありません。回復技だけのパーティーで夢食いはさすがに使うのが難しいので、実質、ドレインキスしかありません。まあ、環境にドラファルトがめちゃめちゃ多いわけじゃないので、今のところパーティーを変える必要はなさそう。ついにドラファルトが攻撃してきました。お、ドラゴンアローを耐えそう。ドラファルトの攻撃2段階上昇のドラゴンアローを耐えるの偉いわ。そしてパラボラチャージで倒すことができました。身代わり、竜の舞された時は終わったと思ったけれど、どうにか倒すことができてよかった。
次に出てきたのはウィンディ。この HP だとさすがに攻撃を耐えられなそう。まあ、さすがに無理だよね。ドラパルトを倒しただけで十分な活躍をしてくれました。そしてウィンディが命の玉を持っていることがわかりました。パーモットは再起の祈りしかできないので、タイプ相性不利ですが、チオンジェンを出していきます。フレアドライブ読みで、ドクテラスタルをして受けていきます。フレアドライブはどれくらいのダメージで受けれるんだ？半分も入らないとか、さすがチオンジェン。反動ダメージ、命の玉ダメージでどんどん削れていく。そしてこっちはヤドリギの種で HP を回復。このまま居座ってくれれば、チオンジェンで倒せそう。ここはギガドレインでダメージを与えていきます。と、思ったら交換してきました。簡単に倒させてくれないな。出てきたのはミミッキュ。ミミッキュ側に有効打はないイメージなので、ここはヤドリギの種ではなく、ギガドレイン連打でいいでしょう。身代わりならギガドレインで正解だったな。ヤドリギの種だったら、防がれてたわ。身代わり搭載型のミミッキュは呪い、道連れ、痛みは化盗の。絡めてを使ってくることが多いです。純粋な攻撃技でチオンジェンを倒すことは難しそうなので、相手のミミッキュが何してくるかを見ていきましょう。再び、身代わりを選択。チオンジェンのギガドレインで身代わりを壊す。まだミミッキュの技が身代わりしか見えていないので、型の判別が難しいな。チオンジェンは徐々に HP を回復しています。この調子だったら全回復できそう。ああ、やっぱり痛み分けミミッキュか。相手の行動を見ると、チオンジェンを倒せそうになさそう。この後、身代わり痛み分けの行動が続くので、とりあえず、試合が動くまでカットします。ミミッキュにヤドリギの種が入り、DOD を意識して行動していると、ミミッキュを下げてきました。ウィンディが再び登場。さっきはフレアドライブを打ってきたウィンディ。チオンジェンの残り HP だとフレアドライブも全然耐える。DOD をされそうになって、勝負をかけてきたのかな？フレアドライブの反動ダメージとヤドリギの種で倒せるでしょ。ここでウィンディはテラスタル。タイプはまさかのエスパー？しかもエスパーテラバースト？見たことないウィンディ来たぞ。どうにか耐えることはできたけど、びっくりテラバすぎるでしょ。ヤドリギの種が当たってよかった。これでもし、ヤドリギの種が外れていたら、ウィンディの HP が命の玉圏内に入っていなかったかもしれない。このままテラバーストで倒されそうだし、朝の日差しを警戒して、花粉団子を選択しておきます。ここでまさかのウィンディ交換。あの HP のウィンディを残して、チオンジェンを倒さない理由がわからない。ここから再び身代わり、痛み分けのループが始まるのでカットします。ミミッキュにヤドリギの種を入れて、絶対に倒されない状態。DOD による勝利を目指して時間稼ぎ中。相手は諦めて降参を選びました。そしてランク9に上がりました。ランク8は2連勝で突破。スーパーボール級は負け続けると、ランク7に戻るので、このまま勝ち続けてハイパーボール級に到達して、ランクダウンのリスクをなくしたい。では、ご視聴ありがとうございました。